おい、お前、お前だよ。頭に水でもたまっ、話せるか。いいと思う。何の用だ。おい、ダンデリオンが行方不明だ。何が起きたか知らないか。ジュニアの不況を買う者は皆同じ結果に行き着く。つまり、とびきり美しい乙女に囲まれて、ナイチンゲールの舌を詰めたペストリーとスパークリングワインを勧められているさ。どうなったか想像つくだろう。ホンターの底に沈んでいるさ。自分のマンドリンの弦に巻かれてな。リュートだ。それかトロンボーンと一緒に水底で腐っているかだ。トゲのある言い方だな。気に障ることでも。すまない。最近態度が悪いことは自覚してる。だがこの年だ、更年期だ。ほてったり気分が激しく変わったり。ディクストラ、男に更年期はない。知ってるだろう。もちろんだ、バカめ。俺の問題には無関心なことも知ってるさ。何が目的だ。まあ言ったよ。仕事が欲しい。何か回してくれるかと思ってな。化け物退治の類だ。なるほど。該当する仕事が一つある。やってくれるならダンディオンのことを調べてやってもいい。何が起こったのかをな。報酬はあるんだな。ただじゃやらないか。エムヒルが雇った時もそんな強気だったのか。誰に聞いた。誰。エムヒル本人だ。ははお前にも他の誰にも情報源は明かせない。それは素人のやることだ。おしゃべりはここまでだ。ああ払うとも。信用しろ。引き受けてくれるんだな。手を貸そう。どうすればいい。言葉で説明するより見せる方が早い。百聞は一見にも、おしゃべりにもしかず。ああそれから、もしここで見たことを誰かに漏らせば、その腹に剣が突き刺さることは承知してるな。そう思ったよ。よろしい。もう一つ頼みがある。いや率直に言おう。命令だ。俺が頼まない限り剣を抜くな。ついてきてもらえるかな。バート、やめろ、今すぐだ。バート、ダメなやつ。シギの宝をなくした。壁に頭を叩きつけてもそれは変わらん。バート、痛い。バート、考え浅い。バート、頭悪い。悲しみがない。どこで手に入れた。デリカニアだ。ラクダ商人とのカード遊びで勝ち取った。本当に舌がよく回るやつだな。冗談と思うか。大真面目だ。バート、デコボコの馬見た。熱かった。シギ連れてきた。優しいシギ。トロールとの意思疎通には困ってないようだが、なぜここへ連れてきた。あの穴を覚えておけ。仕事はあれに関連してる。それとあの扉が見えるか。裏に金庫がある。最近まで貴重品が詰まっていた。バート、守った。そしたらドカーン。宝が消えた。つまりだな、誰かが20トン近い俺の金やら何やらを盗んで逃げた。そしてお前は
取り戻すのを手伝うんだ。なぜ自分で対処しない？裏社会とのつながりはあるはずだ。なぜウィッチャーに？金は俺だけのものじゃなかった。俺は預金クラブを運営してるんだ。紹介制の銀行さ。わかるだろう。できれば一時的に監禁させてもらってることを隠しておきたい。だから部外者が必要なんだ。なぜ俺なら信用できるんだ？さあな。その生存本能に期待してる。失敗すれば殺す。そしてバートの餌にする。バートごめん。それがバートの仕事。わかった、手伝おう。熱意に溢れてるようには見えんな。ウィッチャーの性格だ。感情を剥奪される。でなければ嬉しくて飛び跳ねてる。まあいい、あたりを調べよう。だがまず質問がある。言ってみろ。事件を目撃した者は？バート以外にか？いない。金庫の正確な位置は宝の共同所有者しか知らない。それか泥棒だな。じゃあ上の階は？強盗があった日、普段と違う出来事は？なかった。いつも通りだったと八辺が断言してる。常連が来て事件もなし。のどかなものだ。それで全部でどれぐらいの価値があったんだ？それがどうした？謝礼の計算か？あんまり期待しすぎるなよ。そんなことは分かってる。何を探してるのか知っておきたいんだ。ニルフガードのフロレンスが3箱金庫に詰めた。ルビー、トパーズ、銀の食材に大皿。まだまだ言えるぞ。ピカピカの宝全部消えた。泥棒は後ろにある穴から侵入したのか？素晴らしい名探偵様だな。他に名推理は？今年が何年か答えようか。それともレダニア王の名前か？いや、だが不思議だろう。どうしてあんな穴ができたのか？穴ない。ドカーン。穴できた。バート見たかった。でも見ないで寝てた。悪いキノコ。頭眠った。悪いキノコ、それは何だ？カビを出す。胞子は極めて有毒だ。人影で死ぬ。トロールでなければな。そう、バートはトロール。お前には言っていない、マヌケ。どこまで話したか。ああ、カビの胞子だ。金庫の反対側の下水道の壁を覆っている。好都合だと思っていた。守りが固まると。泥棒はそこを通り抜けた。バート、そいつらを見たか？バート、穴通った。爆発したものを見たかった。キノコ吸った。眠った。宝消えた。ダメなドロール。もういい、黙れ。ドカンだって？詳しく言えるか？ドカーン。こんなに大きい。説明する。爆発は金庫と下水道を区切る壁にあの穴を開けるぐらい大きかった。このトロールとの意思疎通がうまいな。経験の積み重ねだ。ずっとバカと働いてきた。自分で泥棒を見つけようとしたか？当然だ。フォンスというノロマを雇った。俺たちは毒キノコの解毒剤を飲んで一緒に下水道に入ったが、すぐに俺だけ一人で戻った。何があった？やつはものすごいゲップを始めた。壁が揺れるほどのゲップだ。そいつに言った。やめろ、伯爵の御前だぞと。まあ元伯爵だが、とにかく。するとやつは解毒剤のほとんどを吐き出しちまった。引きずり出そうとしたら泡の音がして、何かが水中から這い出してきた。部下の命は大切だ。だが自分の命はもっと大切だ。本数を話し必死に走った。自ら這い出した何かを説明してくれるか？俺にもよくわからん。下水道の空気は胞子で淀んでいた。あそこではほぼ何も見えない。
何か気づいたはずだ。例えば。いいや、何一つ気づかなかった。専門家を連れてたわけではないからな。役に立てなくてすまんが、すぐにでもあそこから逃げ出したかったんだ。下水道を調べるべきだな。解毒剤はまだあるか。小瓶がいくつかある。調合法もな、正直ひどい味だが、命は守られる。ほら。助かるよ。感謝されるいわれはない。まったくな、窒息されたら役に立たん。いいか、用があれば上にいる。空っぽの金庫を見てると海洋ができそうだ。うまくやれよ。内側で何かが破裂し、壁ごと吹き飛ばした。浴場の下水管がここに集まっているようだ。下水管の柵が爆発でくしゃくしゃだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって、爆風で壁から剥がれたままない。魔法の連続はない。呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つからない。こんなところまで下水管の一部が強烈な爆弾だったらしい。ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。頑丈そうな柵だ。あれに何かを通すのは無理だろうな。ディクストラが雇った悪党だ。これでドラウナーは他の餌場に行くだろう。また宝石か。容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油と絡まるか。ここはもういいな。ディクストラの山だ。痕跡はここまでだ。ダンディリオンは船を使ったのか。話せるか。いいとも。何の用だ。金庫付近の下水道は隅々まで調べた。それで何か分かったか。盗まれた宝の一部から足取りをつかんだ。おとぎ話でいうパンくずだな。知っている。
ヘンゼル、グレーテル、燃える魔女、ノビグラトにはぴったりだ。足取りは下水出口の川で途絶えている。おそらく宝を船に積み込んだんだ。そうだな、ドブネズミが車を引いたとは考えにくい。そして船は足跡を残さない、つまり水の泡だ。爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ。見ろ、銀の容器の底だな。ルーンに覆われている。面白い。中身に心当たりは？匂いからいくつかの材料が分かった。ワイバーンの油と砂糖だ。砂糖？冗談を聞く気分じゃないぞ。冗談じゃない、ありのままを伝えてるだけだ。砂糖の入った爆弾だ。考えてみよう。砂糖は硫酸に激しく反応する。だが爆発を起こすほど激しくはない。錬金術に詳しいとはな。オクセンフルト学院で少しな。だが思い出にふける時ではない。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。他に爆弾について分かったことは？爆弾は金庫室の壁の下水管で爆発した。だがその時下水管終端の柵は定位置にあった。つまり爆弾はどうにかして浴場から下水管に入った。その通り。こんな感じかもしれない。犯人はまず浴槽を空にして、そこから下水管に爆弾を落とした。爆弾は排水とともに流れ落ち、柵の上に乗っかり、バートの言葉を借りればドカーンだ。見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽につながってるか知りたい。ハッペンが客の記録を残してる。侵入された日に誰があの浴槽を使ったか分かるはずだ。まずまずの成果だな。認めてもらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。そうか。ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。よし、右の浴槽を調査しろ。俺は左を見る。何か見つけたら呼べ。水面に何か浮いてる。油のようだな。銀の蓋。下水道で見つけた容器の底とは。ディクストラ、来てくれ。何かあったか？ああ、爆弾の一部だ。ハッペン、本番浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。ところで、ハッペンはどうなんだ？金庫の話が耳に入ったかもしれないし、いつでも浴場に入れる。ハッペンには山ほど欠点がある。尊大で見えっ張りで、本当に嫌な奴だ。皮肉に聞こえるだろう。だが奴の忠誠は疑う余地がない。どうして言い切れる？お前が化け物を熟知してるように諜報員は部下を知ってる。フィリパ・エールハートを信じたのもお前だ。確かに。だが処刑の前夜、コビーの牢獄から脱走させたのは俺じゃない。そこにあるものを調べる。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。ハッペン、あの日は誰がこの浴槽を使った？ベルトルド・ハインツ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。ありえない？なぜだ？あのじいさんは去年の冬に死んだ。強盗の日に来られるはずがない。死んだ？初耳だ。辺境博は女を買いに行って死んだ。下着姿でな。だから家族は密葬を行った。だが俺には情報屋がいる。でも確かに見たんだ、ルーベンさん。絶対だ。話しかけたか？よく顔を見たか？いいえ、入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。まんまと騙されよって。そしてゲラルト、お前は今すぐに調査を始めるんだ。わかった。どこから始める？ヘイケルの自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。